皆様こんばんは。こんばんは。令和4年2月18日金曜日、日本文化チャンネルさくら沖縄の声のお時間です。当番組は2000人委員会、友の会、共産広告広告主、総 TV をご覧いただいている皆様のご支援でお送りいたします。キャスターの恵龍之介と申します。はい、同じく野原美奈恵です。さあ、めぐみ先生、先週と打って変わって今日は冷えますね。そうですね、はい、沖縄県民にとっては少し冷えた方がいいですね、はい、ずっと19度以上あるとね、はい、ぼーっとしてくるもんだから、はいはい、国際情勢は非常に切迫してきてるからですね、はい、少しクールダウンしてものを考えた方がいいと思います。なるほど、はい、わ、はい、かりました、はい、それでは本日のテーマを申し上げます、はい、本日はガラパゴス県庁沖縄飛行少年を救えというテーマでお送りいたします。1、離島奪還訓練に米空母初参加。2、空自エースパイロット田中一佐上田一位を悼む。3、ウクライナ危機で思い出すミュンヘン会議。4、沖縄飛行少年を救え。はい、以上の4つの項目でお送りしたいと思います、はい、本日もどうぞよろしくお願いいたします。まずウクライナ国境付近に展開するロシア軍の動きがもう世界中の世界の人々が非常に関心を持って見てますね、はい、どうなるかですね、はい、これはもう毛沢東でさえもロシア人には気をつけろと、はい、こういう名文句を残してるんですよ。ロシア人と踊る時には手を放すなと、いつ表現するかわからんと、うん、まさにドイツのロシアの動きを見てるとその言葉を思い出すんですね、はい、そしてね、もしウクライナで紛争が発生するとですね、はい、これ間違いなくアジアに飛び火してきますから、はい、台湾有事が現実味を帯びてくると思うんですね、うん、で先週から那覇軍港で今アメリカ海兵隊が訓練してますね、はい、民間人救出の訓練とかですね、はい、やってるんですけど、これに沖縄県庁の副知事が猛烈に抗議している光景を見ていてですね、何を考えてるかなと思います、うん、で今日はこういったことを中心にですね、はい、視聴者の皆さんにいろいろ訴えたいと思ってますのでよろしくお願いします、はいはい、まず項目1、離島奪還訓練にアメリカ空母が初参加。いよいよ緊迫してきましたね、野原さん、はい、昨日17日、アメリカ海兵隊第3海兵遠征軍による沖縄県島嶼奪還訓練が行われました。初めて原子力空母が参加したんですね、はい、エイブラハム・リンカーンですね、これが参加したんですね。そしてね、戦力投射上空援護にはですね、それぞれ普天間基地からまずオスプレイがその戦力投射には参加してですね、はい、那覇基地からは今度はまたこの上空援護としてですね、 F15 が参加したんですよ。非常に大規模な訓練を実施したようですね、はい、はい、次いきますね。でこれが問題なんですよ。8日から海兵隊が那覇軍港用地でオスプレイなどのいろんな種類のヘリコプターを使ってですね、はい、民間人の救出訓練と大使館の防衛訓練などを想定した訓練を実施していますですね、はい、で重火器も使ってるんですよ、はい、で県庁の幹部というか副知事がクレームつけたのはですね、銃口を民間地域に向けたっていうだけで起こってるんですね、はい、私は非常にふざけた見方だなと思ってるんです、この副知事の言い方がですね、うん、しかもですね、こんなね、自主財源もほとんどない県でね、ほとんど国家財政に依存しながらですね、この県庁に2月15日にね、橋本外務省沖縄担当大使と小野防衛省沖縄防衛局長を呼びつけてですね、抗議している姿を見るとね、はい、一体お前何様だと僕は言いたいですね。呼びつけてですもんね。呼びつけて、はい、訓練はするな、しかしいざという時には助けてくださいよと言わんばかりでしょ。うん、
これ僕はね、このジャーナ副知事はね、義務教育まともに受けたかなと思いますよ。普通の常識持っていればね、はいはい、僕が副知事だったら行ってありがとうと言ってね、うん、ジュースの一ケースでも持って行ってね、はい、これでも喉を潤してくれって言ってですね、はい、激励と感謝を表明してくるんだけどね、はい、こんなことをして許していいものかなと思いますですね。そもそも住民保護の訓練をやってらっしゃるんですからね。そうですよ。これね、はい、心ある県民から見ればね、この前 の, あの沖縄署の暴走族とか不良少年なんか沖縄署に襲撃して暴動事件を起こしたでしょ、はいはい、あれ見ていてね、沖縄県の行政機関っていうのは本当に弱いなと、うん、いざという時にはやっぱり米軍基地に駆け込んだ方がずっといいなという気分になってきますよね、まあ、印象としてはね。そうですね、はい、それでね、私は何度も言いますけど、アメリカ大使館とかアメリカ領事館行ってね、はい、行くとこの建物の堅固さっていうのに気づくんですね、はい、なんと皆さんね、ガラスは防弾ガラスで、壁はね鋼鉄が入ってるんですよ。ちょっとしたミサイル攻撃にはね、びくともしないように作られてるんですね。総理官邸なんか行くとね、すだれみたいに、あのアメリカ大使館とか領事館なんかで出入りしてるとね、総理官邸なんか行くとね、もうそういう危機管理で建物が作られてないから、すだれの下を通ってるような気分になりますよ。そうですか。ドアが薄くてね、はい、これぐらいあの危機管理に対する視点が全然違うんですね。はい、それでこのジャーナ副知事がね、復帰して50年、一度もなかった訓練がなぜ行われたのか、基地負担が増えているという実感が正直な気持ちだって伝えてるでしょ、はい、僕はまあこれ聞いた時にね、はい、頭がどうかしてると思いましたよ。この訓練はね、はい、去年まではキャンプハンセン内でやってたの。そうですね、はい、なぜここで今年から国道に面した那覇軍港でやってるか皆さん分かりますか。これはね、今沖縄中をうろうろ徘徊してる中国の工作スパイとかね、こういう人たちに対する一種の見せしめもあるんですよ、うん、お前らがやってきていざという時には撃つぞというのを見せしめもあってここでやってるんですよ、はい、こういったのも分からないんだからな。まあ、分かってるのか分かってないのかってところなんでしょうか。いや、あの怒り方見たら尋常じゃないですね、はい、そうですか、はい、あの沖縄県はこういう貧乏県でありながらですね、副知事が2人いるんですね、はい、給料も九州の副知事ではトップクラスですね。これが2人いるんですね。1人は土建屋上がり、土建屋の副社長、社長でしょ、社長さんですね、はい、内地では考えられない話でしょ、うん、土建屋の親父がね、副知事に1人はなって、1人は、はい、あの県庁からの叩き上げだけど、あんまり頭の良くないやつが基地反対ばっかり言ってると、うん、はい、甘やかしすぎだと思うんですよ、沖縄県をですね、うんうん、で今日はその最たる 例を申し上げたいと思っておりますので、はい、次いきますね。もう皆さん、今度は悲しい出来事があったのでね、はい、これを今日はあのこういう立派な青年たちがいたくということを紹介して、はい、あの弔いたいと思っているものですから、はい、項目2に移ります。次ですね、空自エースパイロット田中一佐、上田一員を悼む、昭和61年にですね、野原さん、はい、トップガンっていう映画が流行ったのを覚えていらっしゃいますか。トム・クルーズですね。トム・クルーズ、はい、まさにあの、はい、日本版トップガンがですね、この田中一佐だったんですね。うん、これを詳細にちょっと説明したいと思います。はい、でこの飛行機をちょっと、これはね、田中一佐が操縦している飛行機ですね。うん、前の方に操縦しているのが田中一佐。はい、後ろの方に乗ってるのが上田一員なんですね。F-15 は普通は席は1席しかないけどね、はい、こういう特殊な用途を持ったのは2席あるわけですね。で、1月31日午後5時半に航空自衛隊の小松基地からこの戦闘機1機がですね、テイクオフした直後にレーダーから機影が消えたんですね。はい、
で航空自衛隊、海上自衛隊、海上保安庁は必死になって墜落現場付近を捜索したんですよ、はい、パイロットの生存してるかもしれないということでね、うん、それで我々防衛 OB もですねこの2人が何とか生存してくれということで本当に祈ってたんですね、まあ、ところが残念にもですねあの2月11日、11日とおよび2月14日にそれぞれ遺体が発見されたんですね、はい、これは発見したのは海上自衛隊のダイバーが行方不明地点の付近を捜索中に発見したんですよ、はい、でこの機体がですね特殊なあのカラーリングされているのを皆さんあの疑問に思われると思うんですけど これをについて説明いたしますね、はい、これはね、飛行共同団と飛行共同軍といいましてですねあの各部隊からえりすぐられたパイロットたちが選抜されてきてですね、はい、空中戦ドッグファイティングとかの戦技に関する、技術をスキルアップする部隊なんですね。航空部隊の精鋭ってことですね。航空自衛隊の戦闘機部隊の精鋭ですね。そして1年を通じて全国の戦闘機部隊や警戒管制部隊に対する敵役を演じていてですね、通称アグレッサー侵略者と呼ばれているんです。でこの事故の経過を申し上げますとですね、2月11日に搭乗員2人のうち1人の遺体を捜索中の海事ダイバーが発見と、2月14日防衛省は現場周辺の海中から同じく海上自衛隊のダイバーが行方不明だった2人目のパイロットの遺体を発見したということで、まあ、これで2人のご遺体を発見あの回収したんですけどね、はい、でこの2人のですねあの皆さんに今日はあえて紹介したいと思います、はい、こちらがですね、田中浩二一等空佐ですね。こちらがですね、上田竜星一等空尉なんですね、はい、ちょっと細かくまた説明していきます。この田中浩二一等空佐について説明いたします。航空自衛隊航空戦術共同団飛行共同軍司令、年齢52、飛行時間2800時間のもうプロ中のプロですね。うーん、昭和61年の映画でいうともうまさに日本版のトップガントム・クルーズでしたですね。でこのあとはね、あ、それでねこの田中浩二一佐はね、私の防衛大学の16期後輩、防衛大学38期の卒業なんですよ、はい、まあ、こういう立派な後輩を持ったことも誇りに思うんですけどね、うん、あの逆にまた失ったことに対しても非常にあの寂しさを感じも禁じ得ないですよ、で出身地は福岡県、出身高校は泉南学院高校、幼少期からパイロットになりたいという夢を語っていて、防衛大学を卒業して航空自衛隊幹部構成学校飛行幹部コースに進んで見事その夢を達成していたという達成したんですね、はい、2011年から2014年には世界的にトップレベルにあるアクロバット飛行隊ブルーインパルスのですね飛行隊長になります。2011年から2014年ですね。で野原さん、このブルーインパルスっていうのがね、いかに、はい、あの操縦技術が優れてるかというとですね、はい、飛行機対この飛行機の最接近するとき、翼の間距離がどれぐらいだと思いますか、はい、最接近するときのこの翼、主翼と主翼の距離がこれですね、はいはい、どれぐらいだと思いますか。まあ、空の上ですから想像がつきませんけど、かなり近いんでしょうね。90センチなんですよ。90センチですか。もう見た感じ、一瞬見ればもうくっついてるような感じになるんですね。これをやっぱり日本の航空、日本の戦闘機の搭乗員の技量はね、世界のトップレベルですから。そうですか。これ仮にロシア空軍だったらすぐぶつかると思いますよ。これはね、1964年の東京オリンピックの時にね、びっくりです。
このブルーインパルスがまず五輪の輪を描いたでしょ、世界の軍人が腰抜かしたわけ。やっぱり日本空軍っていうのはすごいポテンシャル持ってるなと、いうことでね。でこれが田中一佐ですね、2歳の時の写真です。はい、まあ、こういう感じでですね、惜しい人材を失ったなと思うんですね。2021年の6月から現在の任務に就いていたんですね。52歳って言ったらね、この戦闘機のパイロットの世界ではね、はい、もう最高齢なんですよ。そうなんですか。肩書きは、階級の肩書きはですね、一等空佐でしたか。飛行教育軍司令ですね、はい、飛行教育共同軍司令なんですね。共同軍司令ですか。共同軍司令ですね。司令だったんですね、はい、司令が自ら飛行機に乗戦闘機に乗ってね、抵抗した直後に飛行機が爆発事故を起こしてしまって墜落して、まあ殉職されたわけですね。次、上田一位ですね。上田一位はね、昨日私は今日の番組のためにもうできるだけ写真を探したけど、これしか発見できなかったんですね、はい、これはね、ある番組に出た時の上田一位の写真ですね、はい、上田一位はね、香川県の高松市出身、航空学生63期。航空学生というと昔でいうと予科練ですね。あ、はい、防衛大学というと昔でいうと海軍兵学校とか陸軍士官学校等と、はいはい、ですけど、この航空学生というのはもう直接飛行学生の道を歩むわけですね、はい、略歴を簡単に申し上げますと、平成19年から平成26年まで航空教育集団司令部付き、平成26年から令和2年まで第二航空団第201飛行隊配属ですね。で、令和2年から現在の戦術教育共同団飛行共同軍飛行教育隊のメンバーでだったんですよ、はい、飛行隊でも技量がすごい出てたためにね、飛行共同隊にスカウトされた模様です、はい、でこの田中一佐のキャリアをもうちょっと話しますとね、はい、この田中一佐は TBS 系のドラマの空飛ぶ広報室とか逃げるは恥だが役に立つなどヒット作を手掛けた脚本家の乃木明子さんがと懇意にしてたんですね、はいはい、で野原さん、これここから読んでもらえますか。15日までにツイッターにこの乃木さんがですね、非常に心のこもる内容 の、はい、メッセージを残しておられますので、はい、はい、乃木明子さんですね、はい、TBS の、脚本家の乃木明子さんが、ツイッターにこのようなコメントを残していらっしゃいます。航空自衛隊田中浩二一等空佐と上田竜星一等空尉のご冥福を心よりお祈りしますと書き込みました、田中一等空佐は2013年平成25年4月に日曜劇場空飛ぶ広報室というドラマに出演した経緯があります。乃木明子さんはツイッターにこう追記しておられます。見つかってよかった、お帰りなさい、捜索にあたった皆様お疲れ様でした、航空自衛隊田中浩二一等空佐と上田竜星一等空尉のご冥福を心よりお祈りしますと、それから続けて田中 JOE 元ブルー隊長には空飛ぶ広報室でお世話になり、最終話で出演もしてもらいました、ありがとうございました、陽気なお人柄でした、悲しいとドラマで交流を思い浮かべながら言葉を絞り出した、空飛ぶ広報室は有川博史氏の原作で、2013年に TBS 日曜劇場として放送されました。女性テレビディレクターと航空自衛隊の元パイロットの異色コンビがお互いを理解し成長していく物語で、航空自衛隊の広報室も関係しているドラマでした、はい、
それで私はね、この那覇基地の今航空自衛隊の第一線で頑張ってる後輩たちにも申し上げたいんですけどね、この不幸なアクシデントをね、に対しては、あまり根に持ってはいけないと思うんですね。こんな見事なあの後輩たちがいたということを逆に私は誇りにしてですね、次のメッセージを今送りたいと思ってるんですね。この殉職したお二人にですね、野村さん、これも読んでいただけますか。わかりました、今や天かける身となられたお二人に敬意と感謝を捧げます。五国の神としてこの国を守護あらんことを記念いたします。はい、はい、そしてですね、 あとはね、後ろの写真もう危機迫る状況で、今沖縄も危機迫る状況になってきていることをですね、同時に理解してほしいと思います。視聴者の方々はですね、これはね、1月の末に石垣市が調査船をチャーターして魚釣島の近辺を海洋調査に行った時の写真ですね、向こう側に見えるのが魚釣島ですね、そして向こうの島の手前に映ってる海警局の、中国海警局の船が見えるでしょ、その中に分け入っているのが、一番手前のものが我が海上保安庁の巡視船ですね、こういった感じでね、もう沖縄の尖閣沖はですね、非常に危機が迫ってきてる、そしてこの番組の冒頭にも言ったようにですね、アメリカは我が日本国民以上にね、アメリカはさらに危機感を募らせていてですね、原子力空母を派遣してですね、離島奪還訓練まで今実施している状況ですから、ですから本当はね、オリンピックに浮かれているような暇はないと言いたいですね。まあ、そういう中で航空自衛隊の後輩たちはよく頑張ってくれてるなと思います、はい、じゃあ次行きます、はい、次は項目3に移ります、ウクライナ危機で思い出すミュンヘン会談で、前回のこの桜でですね、ちょっと私間違えましたのはですね、この野原氏がミュンヘンオリンピックって1972年のミュンヘンオリンピックと言った時に、私が戦前のミュンヘンオリンピックと言ったんですけど、あれは間違いでね、1936年のベルリンオリンピックなんですね。ベルリンですね、それで私が歴史的に混同していたの、していたのはベルリンオリンピックとミュンヘン会談っていうのをごっちゃにしてたんですね、ちょっと混乱しちゃいましたね、お詫びと訂正を、申し上げます、それで、視聴者の皆様からご指摘を受けまして、訂正しておきたいと思います、そしてね、このミュンヘン会談っていうのがですね、今の欧米の外交の基本路線になってるんですよ、なぜかというとですね、ミュンヘン会談の時にヒットラー、ヒットラーに情報して融和策を取ったもんだからね、逆にヒットラーの侵略的な野心を助長してしまって、第二次大戦の引き金になってしまったんですね、ところが今のウクライナ情勢と非常に似てるもんだから、これを皆さんに説明したいなと思っております、まず簡単な流れとしてですね、話は1935年にシフトしていきます。ドイツは第一次世界大戦 で戦争の終焉を作ったもんだからね、再軍備を禁止されてかなりの賠償金が課せられていたんですね、ところが1935年の3月に再軍備宣言をして、そして国威発揚として翌年の1936年にですね、ベルリンオリンピックを開催するんですよ、これがベルリンオリンピックですね、で1936年の8月1日から8月16日まで15日間オリンピックが開催されました、そして1938年の9月にミュンヘン会談が開かれます、このミュンヘン会談について説明いたしますね。ミュンヘン会談の流れっていうのはですね、このまずベルリンが、このオリンピックがあったベルリンですね、ここにチェコスロバキアの一部にズデーデン地方っていうのがあるんですよ、ここにね、ドイツはたくさんの移民を送ったわけですね、そして今の中国もやってるようにね、中国とかロシアがやってるみたいにね、民族自決権を要求してくるわけ、チェコスロバキアとかこの西ヨーロッパ諸国に対してですね、
そしてね、そしたらね、このイギリスのチェンバレン、そしてね、ヒットラーを脅かすわけですよ。はい、俺の言うこと聞かんと武力攻撃するぞと、うんうん、今のプーチンがやってるみたいにね、はいはい、武力攻撃するぞという脅しをかけてきたもんだからね、うん、ミュンヘン会談が行われます。この方がチェンバレン、フランスのダブリエ首相、これがヒットラー、でモストリーニですね。で、会談が開かれたんですけどね、当時はこのフランスにはかなり厭戦思想が漂っていてですね、はい、イギリスにも同様な雰囲気があって、第一次世界大戦でかなりの犠牲を出してしまったもんだから、厭戦気分が漂っていたもんですからね、ヒットラーに交換条件つけたの、はい、じゃあこのズーゼーデン地域をね、割譲するから、もう侵略はこれで終わりだよねと、うん、ヒットラー嘘ついてね、大丈夫だよって嘘ついたわけですよ、うん、でところがこの特にチェンバレンなんかがイギリスに帰った時にはね、ヘジトン空港にですね、10万人の国民が集まってね、はい、平和を達成してくれたって喜んでるわけですね、うん、ところがとんでもない、うん、戦う気がないと見抜いたこのヒットラーはですね、はい、翌年ポーランドに侵入して一挙に電撃作戦進行していくわけですね、1939年の9月3日には第二次世界大戦が開始されるわけですよ、はい、でこの時の歴史的な教訓としてですね、もう安易な融和政策っていうのはかえって戦争を誘発してしまうということで、うん、断固たる処置を取ることが抑止力になるということをね、はい、人類は学んだわけですよ、はい、こういう学習があったもんだから、キューバ危機の時でもね、当時のケネディ大統領はね、はい、核戦争覚悟でソ連に対して強い態度を示したわけですね、で、あるいは1972年に、はい、当時のソ連が300発の SS-20、はい、中距離多弾頭核ミサイルをね、はい、ヨーロッパ正面に向けた時もね、はい、当時の西ドイツのシュミット首相とかサッチャー首相なんかがね、アメリカから今度は300発の中距離核ミサイルを持ってきてね、モスクワに向けて総合核省破壊戦略、うん、おまけやるんだったら差し上げてやるぞっていうぐらいの気迫でやったわけですね、はい、だから今回もそういう気分でそういう信念でやってきますから、うん、戦争覚悟でやっていきますから、はい、ヨーロッパから目が離せない状況です、うん、はい、それでね、このミュンヘン安全保障会議っていうのが戦後定着化しているんですね。これミュンヘン安全保障会議について野村さんちょっと読んでいただけますか。はい、ミュンヘン安全保障会議 MSC ですね、うん、欧米における安全保障会議の中で最も権威ある民間主催の国際会議の一つであり、1962年、昭和37年から毎年、例年2月ですね、2月に開催されている会議です。欧州主要国の閣僚をはじめ世界各国の首脳や閣僚、国会議員、国際機関主要幹部が例年参加しています。会議においては欧州のみならず各地域およびグローバルな安全保障問題について広く議論がなされています。はい、それで今日本の外務省から日本国民に通達が出ていてですね、はいはい、今回のミュンヘン安全保障会議はねかなり緊迫するだろうと、テロもあり得るから渡航をできるだけ自粛するようにという注意文章が出てるんで、うん、はい、出てるんですね、ネットを通じてですね、はい、で緊迫してきましたね、野原さんね。そうですね、うん、いやでもそんな時期に政府の林外務大臣ですか、うん、ロシアと経済問題についてで会談を行ったそうじゃないですか、ネットで。ちょっと何かはちょっとネジがおかしいんじゃないかと、ね、私は思いました。はい、日本国民はねお花畑だと思いますよ、プーチンが大統領になった時にね、当時の読売新聞の記事が今も忘れられない、はい、プーチンの娘は親日家でね日本語の勉強してると、うん、日露関係はうまくいくはずだって言ってるわけね。これそうですか、保育園の子供が言うんだったら分かるけどね、うん、
天下の読売新聞がこんなこと言うのかと思ったしですね、何でも自分に都合のように解釈するわけ。それでね、フランスのマクロン大統領とかがプーチンに会っていろいろ説得してるでしょ、はい、やっぱりね、武力を持ってるから対等にできるんですよ、日本みたいにね、アメリカにぶら下がりながらですね、切れ事言ってもね、もう見抜かれてるから。そうですね、今回のウクライナ事案に関しても、ウクライナが核を放棄して、油断してしまったために起きてることですものね。そうですよ、そうですよ。やっぱりね、はい、国際政治においてはね、はい、軍事力持たないと相手にされないわけ。だから岸田総理が外務大臣の時に、はい、モスクワを訪問した時にね、1時間待たされたでしょ、はい、直立されて、はい、あるいは当時の首相だったあの安倍さんがご夫妻で、はい、秋田県を持って行って、こういうのを持って行ってね、はい、ザキトワでしたっけ、ザキトワです、はい、ザキトワにプレゼントしに行って、またそこで1時間直立で二人立たされたわけでしょ、はい、甘いんですよ、日本の外交感覚っていうのはね。明治の元勲を見習うべきですよね、はい、そういった点ではね、本当にあの我々沖縄に住んでいてですね、はい、この米軍のプレゼンスっていうのをね、再認識させられる時がね、間違いなく僕は来ると思う。そうですね、うん、はい、あのバイデン大統領で心もとなくて、また米軍の不満も大きそうですね、米国内ではね、うん、私はあのやっぱり信用できるのは今のところ米軍だけかなっていう思いでいますけども、はい、まあ、しかしアメリカ海軍は、はい、まあ、同じ、僕はアメリカ海軍に友達がいっぱいいるもんだから、ね、はい、ですけどね、はい、覚悟を持ってよく頑張ってると思いますよ。オホーツク近辺でもかなり原子力潜水艦を配備してね、はい、ロシア海軍の動きをチェックしてるしですね、世界展開しながらやっぱりかなりあのロシアと中国に対する牽制球は投げてると思いますよ。そしてキューバ危機の時にはケネディだったでしょ、はい、ケネディは海軍中尉で南太平洋でですね、はい、日本海軍と死闘演じたぐらいの指揮官だったからね、はい、頼りがいがあったんだけどね、うん、これから本当に危機が迫ってきた時にはね、はい、大統領も交代すると思いますよ、うん、そうですね、やっぱりユニフォーム出身にですね。そうですね、アメリカはそういう人事が得意ですからね、うん、そうです、はい、そしてね、沖縄県庁もね、もっと良識国際感覚のあった人間を抜擢しないとね、はい、この2人の副知事なんかを早く辞めさせてね、この給料をあの恵まれない子どもたちにのこの救援金に回さないとですね、税金の無駄遣いだと思います。はい、そうですね、うん、はい、あ、知事もだ、知事も首変えないと三役ですね、三役だ、二役の、はい、二役のこと言っちゃうけど三役、はいはい、ということですね、はい、もう本当はあの国鉄民営化したみたいにね、沖縄県庁民営化した方がいいと思うよ今の10分の1以下の人員で回転すると思いますよ。うん、これはあえて公務員にしておく必要ないと思いますね。うん、はい、次行きましょうか、はい、沖縄飛行少年を救え、ああまたまたヘビーな、はい、タイトルですね、はいはい、で皆さんね、視聴者の皆さん、今沖縄でね、救いがたいほどに進行していることがあるんですよ、はい、それはね、少年の飛行家ですね。これから皆さんにこのいろんな数値をお見せしますから、はい、もう大変なことになってるんですね。で、巷ではですね、復帰50周年を祝うとか いろいろ言ってるでしょ、はい、その前にてめえの顔をまず鏡で見てみていただいてですね、はい、でそうですね、皆さんに今説明していきますから、はい、大変なことになってます、世の中、はい、自滅していってるんですよ、沖縄県が。野原さん、呼んでいただけますが、沖縄少年による殺人重大過失致死事案をご紹介していきたいと思います。一つ目、2021年7月10日泥酔友人を車内に放置、熱射病で死亡させる、飲酒運転、未成年飲酒で飲酒運転の後にそういう事件が起きております。二つ目、2021年12月31日那覇市アジアのアパート地下で住人の男子高校1年生16歳が放火、姉21歳を焼死させました。はい、3つ目です。
今年2022年2月8日、高校生の10代の兄が沖縄県北部名護市内の公営住宅6階のベランダから妹3歳を投げ落とし殺害、はい、でこの兄と3の間に発生した沖縄市における沖縄警察署暴動事件、はい、これは書いてないんですけど、これまで入れるとね、もう多分これを見た視聴者の県外でこの内容を見た視聴者の皆さんはショック受けると思ってね、わずか半年の間にこういう凶悪な、ね、事件が起きてるわけですからね、これだけ。そうです。で、恐ろしいぐらいのデータをお見せしますね。野田さん、これもお願いします。はい、驚愕の、生活指標ですね、うん、一つ目、完全失業率いきます。全国ワーストの 11.021% です。全国平均は 6.510% です。2つ目、飲酒運転の検挙数です。絶対数でワースト2226人、2位の茨城県は1501人、人口1000人あたりの検挙件数1532人、 1.532 ですね、あ、失礼しました、1.532人、茨城県 0.525 人、2位を3倍以上引き離しております。絶対数、人口1000人あたり、いずれもダントツであります。人口沖縄145万3000人、失礼しました、そうでしたね、はい、沖縄145万3000人、茨城、286万人、約2倍ですよね。そうですね、はいはい、3つ目参ります。路上寝の数です。路上寝の最中に通行車両にはねられ死亡者、過去5年間で12人、大半が過剰飲酒です。はい、はい、4番目参ります。大学進学率全国最下位、高校中退率全国ワースト。沖縄大学進学率 39.65%、 全国平均は 54.67% です。高校の中退率に至っては 2.2% で、これも全国ワーストとなっております。5つ目参ります。少年飲酒大麻所持も、少年院に送致された少年の9割以上に飲酒歴があります。また10代でアルコール依存症一歩手前で少年院に送致される者もおります、はい、これはね、要約 しますとですね、はい、仕事も定職も持たなくてね、ブラブラしてる連中が酒は飲み放題、はい、しかもね、10代でアルコール依存症までなりかけてるっていう症状ですね、はい、それで高校も中退、はい、大学は行かないっていう感じでですね、はい、これが復帰50周年を迎えようとする沖縄の姿ですよ皆さん、うん、こういうような雰囲気でイライラしてるもんだからね、この前の沖縄署暴動事件みたいにですね、はい、突然切れてですね、警察署を襲ったりするわけで、じゃあこれに対してどう対処していくか、我々が分析して提案したいと思っております。はい、はい、歴史を繰り返すなということです、ね、いつもはね、我々は歴史を見て勉強しましょうと言っておりますけど、そうです、それでですね、こんな風の歴史はね、はい、でこの歴史を繰り返すなっていうのはね、はい、今は亡き宮里真章先生、はい、復帰の時の副主席、はい、彼はあの日大を苦学して日大を出られてですね、はい、あの弁護士になられて復帰、沖縄復帰の時の大混乱の時期をですね、はい、沖縄全体のリーダーとして非常に活躍されたけどね、はい、この宮里真章先生が私にですね、はい、明治の廃藩置県の時の歴史の失敗を絶対繰り返さないようにっていうことを言われてですね、うん、はい、いろんな指導を賜ったんですよ。なるほど、その中で、はい、そのことは今思い出すもんですからね、はい、野原さん、これ読んでいただけますか。はい、申し上げます。1つ目、廃藩置県時代の教育空白時代を彷彿とさせます。人心の大敗その極みに達し、燃焼して知徳の権則を脱して街路に放牧せらる。修習に生となるに至ってその害毒
兄正しに当室の私益ごとを安城に見ざるごとき非ならんや。県令このことを憂慮し、7月訓令を発して弁達せしもわずかに功なかりき。東女勘順著の小太閤実録明治12年頃の著書より引用しております。それでこの伝承指定が道路に放牧されられてるという道路に放牧されてるという表現が面白いでしょう、はい、今の深夜徘徊している子どもたち見るとこの文言を私はいつも思い出すんですよ。はい、2つ目参ります、はい、無計画な子作りと教育軽視の現状。全国トップの出生率 1.86 で全国トップです。はい、3つ目参ります。離婚率がワーストです。離婚率は 2.51% です。結果、児童の深夜徘徊、10代出産、少年飲酒喫煙、登校拒否など負の連鎖が起きております。はい、それでですね、警察の少年課の、方から話聞いたんですけどね、はいはい、深夜徘徊している青少年を捕まえてというか保護してね、はい、自称か自分の家があるというところに連れて行ったらね、家族が崩壊してもう蒸発してるんだって。蒸発ですか。 いないんだって。うーん、そういうのが畳み受けられるしね。うーん、あるいは3名子供がいるけどね、いろいろ事件を起こすものだから調べたらね、3名の父親が全部違うんだって。あ、 そうですか。そういう状況でですね、今大至急改めるべき点が2つあると思う。分析した重要なポイントが2つあります。はい、母子家庭が多くてね、父親の厳しさが知らないもんだから、まず性格的にすぐ切れる、うん、もう一つはね、これアメリカの事例でも報告されてますけど、はい、栄養清涼飲料水なんかに偏ってるのが多いんですね、はい、もう家庭がもう火の車ですから、うん、あまりにもこの糖分とか偏った食事を取りすぎるとですね、ホルモンのアンバランスが生じてね、はい、アドレナリンが過剰分泌されるわけ。うん、これアドレナリンが過剰分泌されるとまた非常にどう猛になるわけね、はい、だからこの前の沖縄署のこの襲撃事件なんか見てても分かりますけどね、はい、すぐ切れるんだよこの深夜徘徊する連中は。うん、というのを見てるとですね、やっぱりね、これから対策として、うん、我々大人がですね、我が子と全みんな我が子と思ってですね、深夜徘徊している子どもたちには声かけして、どうしたのって声かけするようにした方がいいと思います。私もね、できるだけ声かけするようにしてるからね、はい、心の中を打ち明けてくれるんですよ、うん、いや親がいなく、お父さんお母さんが今いなくてとか言うからね、うん、そういうふうにして声かけしてね、一人一人の子どもたちの未来を救っていかないとね、はい、この沖縄県崩壊しますよ皆さん、うん、そうですね、はい、もうあの副知事なんかすぐ行って米軍が悪い、どこが悪いでしょ、うん、県知事に至ってはまたね、あの変異ウイルスか、はいはい、オミクロンですか、はい、流行ったのは米軍のせいだって言ってね、はい、がね、はい、自分たちの、はい、あのワクチン接種の責任については言及を避けていたしね、そういうことするとね、こういうふうにして世の中が乱れてくるわけ、廃藩置県直後のようにですね。大人はね、そうやって人のせいにして物事をね、うん、自分で責任を取らないような態度を見せてると、はい、子供にね、いい影響があるわけないですもんね、はい、そういうことですから、はい、力を合わせてですね、はい、復帰50周年の祝うのも大いに結構だけど、はい、自主自立できる沖縄県を作っていきましょう、はいはい、そして最後にね、後ろに見えるのがね、尖閣諸島大隅島の上空を飛ぶ我が海上自衛隊の哨戒機ですね、はい、こういうふうにしてですね、尖閣海域が今非常に危機的状況に来ていることもですね、はい、念頭においてあのいろいろとあの議論していきたいと思っております。はい、はい、今日の私からの話は以上です。はいはい、では本日の放送は以上で終了したいと思います。皆様の、ね、雪深い地方の皆様も雪にお気をつけいただいて、良い週末をお迎えください。本日はありがとうございました。